災拠点全体の、受付になっておりまして、まず、災害が起きた際にはこの避難所防災拠点の準備が開設するまでは向こうの京橋公園で一度待機をしていただきます。で、防災拠点の準備が整いましたらここで最初に、最初の受付をするという流れになっております。で、ここで何をするかといいますと、主には検温と体調確認ですね。でここで、体調に問題がない方につきましては先ほど、2階の多目的ホールの外にあった受付の2に進んでいただいてそこで避難者名簿を記入していただいて、多目的ホールに入っていただくという流れになります。でここで、熱があったりですとか、まあ、感染者の方、濃厚接触者の方については今防護服を着た職員がいると思うんですけれどもこの防護服を着た職員が向こうの1階のコミュニティルームの、まあ、避難生活を送っていただくという流れになっております。健常者、何も体調に問題がない方の流れをやってみたいと思います。体調確認証というものがあるかと思います。こちらをもとに、健常者なのか体調不良者なのかというところを確認を行います。でまず、ここで最初に、検温を行います。はい、で今36度5分、体温は、問題ありません。でそうしましたらこの25ページの体調確認表1番の、1番2番の項目があると思うんですけれども陽性者で自宅療養中ですか、2が濃厚接触者で、健康観察中ですかという項目があると思うんですけれどもその聞き取りをここで区の職員が行います。今回健常者なので両方該当しません。出てきます。でそうしましたら続いてこちらの、まあ横に流れていただいて、この体調確認表の3から10番なんですね。37度5分以上の熱がありますか、咳がありますか、喉の痛みがありますか、息苦しさはありますか、倦怠感、酸性物、関節がありますか、味わいに感じられない状態ですか、などの質問項目に、答えていただきます。で今回健常者の想定ですので特にそこに該当しないという、流れになりますとここからこの体調確認表をご自身で持っていただいてであちらの受付のに実際は2階になるんですけれども2階に進んでいただくという流れです。はい、ですね先ほどの、本来ですね防災拠点というのは区の職員が下に向かって、大切にするものではございません。地元の方々が自らの力で、開設運営を行うということで区の臨時非常配備職員は、そのお手伝いをさせていただくというような形を取らせていただいておりますが先ほどの受付1につきましては感染の危険があるということで臨時非常配備職員のみで行われています。その一方につきましては、こちら受付2の方はですね、体調不良者あるいはコロナの感染症ではございませんので、皆様が、臨時医療配置職員と協力して今後の運営を行っていくということになりますので、一応確認証の方を受付に出していただいて、こちらの方にですね、被害者名簿というのがございますのでこちらの方にですね、世帯単位で、被害者情報の記入の方をお願いするという手順でございます。で今回は、まず、受付の方は、ここで体調確認表にですね、一番下にチェックが入っていることをまず確認します。確認した上で、避難者名簿の方を出していただいて避難者名簿のご記入を避難者の住所、氏名、お名前の他にですね世帯主名とか、家族の方、この避難情報を公開していいのかどうかあと、被災生活にの際にですね、何か役立つ特技があるのかあとアレルギーや排除ですとか
入れば必要なことが終わりになるのかどうなのか、そういったところをご記入いただいて、それに合わせたような形で対応を取ることになります。ご体験いただきました。でこの後は実際に